アイテム番号 SCP-243JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。 SCP-243JP を収めた部屋には心理テストに合格した職員のみが入ることを許されます。これは実験 243JP-B の結果を受け、不用意な SCP-243JP-1 との接触が CK クラスの再構築イベントを引き起こす可能性があると判断されたためです。詳しくは実験 243JP-B の項目を参照してください。説明。 SCP-243JP は既存のいかなるメーカーのものでもない押しボタン式電話機です。使用するのに、電源や電話回線とつなぐことを必要としません。SCP-243JP を破壊しようとするいかなる試みも失敗に終わっています。SCP-243JP は当初、壊れないが、もともと壊れている電話、というアノーマラスアイテムとして保管されていました。しかし、条件は不明ながらも時々通話ができるということが明らかになってからは、財団の実験の対象となりました。SCP-243JP は普段は非活性状態にあり、その場合は電源を抜かれた押しボタン式電話機と同じ反応しか示しません。しかし、過去に誰かに命を救われた人物が受話器を持ち上げた時に、SCP-243JP は活性化します。SCP-243JP が活性化すると、受話器を持ち上げた者の命を何らかの形で救った人物。以下、SCP-243JP-1 と呼称、と5分間のみ通話が可能となります。SCP-243JP が何をもって SCP-243JP-1 を使用者の命を救った人物と選別しているのかは不明です。SCP-243JP で通話する際に番号を押す必要はなく、また、押したとしてもそれは何ら反応を示しません。5分以内であっても、受話器をフックに戻すことで SCP-243JP は非活性化します。なお、SCP-243JP は SCP-243JP-1 にしか繋がらないことが確認されています。実験 243JP-A 日付1900年月日被験者 D-0071 結果と名乗る人物が出る。この実験中、彼を SCP-243JP-1-A と分類。彼は自身の携帯に電話がかかってきたと主張。D-0071 とは面識がないと言い、忙しいから、という理由で一方的に電話を切った。後の調査で、という人物は実在し、D-0071 が以前に致命的な交通事故に遭った時に、彼の手術を担当した医師であったことが判明した。念のため後日、エージェントが SCP-243JP-1-A を見つけ出し、C クラスの記憶処理を行った。実験 243JP-C 日付1900年月日被験者 D-0081 結果と名乗る人物が出る。この実験中、彼を SCP-243JP-1-C と分類。彼は近くの公衆電話が鳴ったため、なんとなく出てみた、と主張。D-0081は彼の名前に聞き覚えがあると報告した。1分が経過した頃、D-0081は SCP-243JP-1-C がライフセーバーであり、D-0081が幼少期に海で溺れた際に彼に救助されたことを報告。この時点で SCP-243JP の特性が明らかになった。後日、エージェントが SCP-243JP-1-C を見つけ出し、C クラスの記憶処理を行った。実験 243JP-B 日付2000年月日被験者エージェント、
彼女は15年前に自宅で火災が発生した際、という消防士に命を救われている。その消防士はエージェントを救助した時に負った火傷が原因で死亡している。SCP-243-JP-1 が個人である場合の実験だ。この実験では SCP-243-JP が活性化することはないものと推測できる。博士。結果、と名乗る人物が出る。この実験中、彼を SCP-243-JP-1-B と分類。彼はこの電話が、自身の勤務する消防署の緊急電話にかかってきたと主張した。エージェントが彼に日付を尋ねたところ、1900年月日であるとの返答が来た。その日付は彼がエージェントを火災から救い出した日付だった。この時点で過去を変えてしまうことによる CK クラス再構築シナリオを恐れた他のエージェントたちが、エージェントに電話を中断するように要請。だが彼女はそれを無視し、SCP-243-JP-1-B に、彼が数時間後に火災で、という名の少女を救うことで命を落としてしまうことになると告げた。その時点で、近くにいた別のエージェントが彼女から受話器を奪い取り、フックに戻すことで SCP-243-JP を非活性化した。結果として CK クラスイベントは発生しなかったが、その軽率な行動を鑑みてエージェントは財団のフロント企業へと左遷。実験の責任者である博士は保管サイトへと移動になった。HOI-243-JP-1 実験 243-JP-B に立ち会ったエージェントの手記の一部抜粋。あの電話が過去へと繋がった時、私たちは騒然とした。それは、博士も、私たちも、予想だにしていなかったことだった。過去を改変してしまわないように、我々はエージェントに電話を切るように言ったが、彼女は無視した。私はとっさにその電話のフックを指で押したが、電話は切れなかった。そこで、近くにいたエージェント3人が彼女から受話器を奪おうとした。しかし、彼女は奪われる寸前に、その消防士に、彼女を救うことで彼が命を落としてしまうことになると告げてしまった。自分の恩人の命を救いたいという気持ちはわかる。しかし彼女は実行に移すべきではなかった。私はエージェントが他の3人に捕まっている間に何とか受話器を奪い取り、フックに戻した。それで SCP-243-JP は非活性化したが、そこにいた者全員は青ざめていた。本来は死ぬはずだった者が生き延びてしまった場合、CK クラスは避けられないのだということを、みんな知っていたからだ。電話が切れた後、実験室には静寂が訪れ、全員が、再構築が起きるのを待っていた。1分、2分と経過し、5分が何事もなく過ぎたあたりで、どうやら、なぜだかわからないが、再構築は起きなかったのだと私たちは気づいた。エージェントは武装警備員に連れて行かれ、博士は上から呼び出しのアナウンスを食らった。連行される前にエージェントは思い出した。あの人、私を助け出す時に、大丈夫だぞって言ってたの。私その時、なんでこの人は私の名前を知ってるんだろうって思ったのよ、と言った。私は今でもその時のことを考え、あの消防士のことを考える。CK クラスが起こらなかった原因は一つだろう。あの消防士は自身に待ち受ける過酷な運命を知っていながら、少女を助けるために、火の中へ飛び込んだのだ。果たして、それにはどれほどの勇気がいるのだろうか。